こんにちは、ジロマルです。こちらはですね、うちで飼育しているフトアゴヒゲトカゲでございます。はい、嘘ですよ皆さん、嘘です。こちらはですね、実はフトアゴヒゲトカゲではなくて、フトアゴヒゲトカゲがしたうんちなんですね。まあ、生き物なので、まあもちろん排泄をね、いたします。まあこれはね、仕方ないので、まあこれが嫌だっていう方はね、ちょっと飼育が難しいかもしれないんですけども、まあでもやっぱりね、嫌なもんは嫌ですよね。もしかしたらペットを愛しすぎてね、うんちも愛せるという方いらっしゃるかもしれませんが、僕はね、やっぱちょっと気になるんですよ。やっぱ匂いもしますし、めちゃくちゃ気にする僕が、いつもこの糞をね、どういう風に処理しているか、今日はご紹介していきたいと思います。使うものが3つございます。まず1つ目がですね、こちら、ティッシュですね。こちら無印で購入したものなんですけど、普通のティッシュよりちっちゃいんですね。普通のサイズだと大きすぎるんで、このサイズすごくね、使いやすいんですよ。別に糞の処理だけじゃなくてね、いろんな場面でね、これ使えるので、ぜひ、無印に行ってね、皆さんもご購入ください。これめちゃくちゃいいよ。これ多分爬虫類飼育用なんじゃない？はい、2つ目がこちらですね、消臭スプレーでございます。オダーアウェイかな。爬虫類ショップに行くとね、結構2、3本ぐらい種類が置いてあるので、ぜひね、気になるものをね、取っていただけるといいと思います。すごい、いい匂いがするのかな？なのかよくわかんないけど。これは美味しいものじゃないよ。美味しいものじゃないよ。美味しいものじゃないよ。これ美味しいものじゃないよ。こちらなんですけど、まあ、消臭スプレーなんですけど、爬虫類用の消臭スプレーなので、生体に直接これがかかっちゃっても無害なものなんですね。なので、気兼ねなくケージに対して使うことができます。あと、もう一個。もう一個使うのがこちら。こちらね、見たことあるかな？スプーンって言うんですね、これ。コンビニで、もらえるスプーンっていうやつなんですよ。はい。で、どういう風に、まあ、この3つを使ってね、糞の処理をしていくかというと、まず、さっきのこの無印のティッシュに、スプレーを1回だけシュッてやります。したら、ちょっと濡れます。で、ここに、糞を、すくった糞を、もうちょっとカチカチになっちゃってますけど、ここに、スプレーしたところに乗せます。そうすることで、まあ、ゴミ箱もちろん蓋がついてるやつなんですけど、まあ、それでもこのいい匂いのやつでまとっとけば、よりゴミ箱から匂いが漏れ出る心配がないんで、こうやってくるんで、このままゴミ箱にポイッと捨てます。でですね、最後にさっき糞があったところに、もうワンプッシュします。もう2プッシュぐらいかな。こんな感じでやっとけば、もうね、すごいいい匂いなん、するんですよ、これ。もうこれするだけでね、一気に匂いが変わります。こういう風に床材とか、まあペットシーツとか、そういうのを使用されてる方も、ぜひね、これ、めちゃくちゃいいんで、使ってください。これまあ、もちろん床材だけじゃなくて、こういうフィルターとかにも使えますし、まあこういうバスキングスポットの岩とか、ケージのガラスとか、そういうところもいろんなところに使えるので、ぜひ、これね、使っておしゃれに、快適にね、爬虫類飼育をしていただけると、いいと思います。はい、今回はね、フトアゴヒゲトカゲのうんちのね、処理の仕方について、私がしているいつもの糞の処理についてご紹介いたしました。できるだけストレスフリーに、することによって、より飼育がね、楽しくなりますし、快適にね、生き物を飼えるので、皆さんもね、工夫してやっていただけたらなと思います。またね、フトアゴヒゲトカゲをね、飼育されてて、こういうやり方してるよっていう方がね、いらっしゃれば、ぜひコメント欄にコメントを寄せていただけると嬉しいです。はい、他にもね、動物に関わる、まあ、こちらのフトアゴヒゲトカゲのね、動画とか、いろんな動画、どんどん上げていきますので、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、今回の動画はこの辺で失礼いたします。バイバーイ。バイバーイ。ここにもしとるやねんか、お前。うんち。